はい、1年です。今日はですね、冬の沖縄でどんな人遊ぶのっていうのをね、ちょっと紹介していければなと思います。まあ、うちなんち目線でね、ちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まあどうですかね、皆さん。まあもちろん沖縄の旅行って言ったら夏ですよね。夏のイメージが強いし、まあ僕もそうです。やっぱり白い砂浜、青い海、青い空っていう形のね、あそこに行ってもう海に飛び込んでからデジ楽しみたいっていうのがあって、まあそれはね、もう絶対だと思うんですけど、まあ実はね、冬の沖縄っていうのも、結構楽しめるとこあるよっていうのをね、伝えたくて、今回動画撮ってます。で、3つね、今回あげようかなと思ってるんですけど、もう、一つはね、フォロワーさんたちから、インスタ僕やってて、そのフォロワーさんからね、いただいたので、おすすめと。あと二つはね、僕がうちなんちとして、まあ見ててね、聞いたりとかした時に、これは冬行った方が絶対みんな楽しめるんじゃないかなっていうのをね、お伝えしたいと思いますね。はい。で、まあ、早速はね、もうそこ行きますけれども、まず一つ目が、まずね、ダイビングですね、ダイビング。これね、僕もそうだったんですけど、夏の方がね、ダイビングって、やっぱいいのかなって思うじゃないですか。さっきのね、青い海に飛び込んでいくっていうね。やっぱ夏だよねってなるんですけど、やっぱね、冬のね、ダイビングの方がいいよっていうのがね、まあやっぱ海関係の人に聞いてもね、みんな口揃えて言うんですよね。で、この理由っていうのがなんでかっていうと、プランクトンがね、この海水温がね、下がってくるとプランクトンがいなくなるみたいなんですよ。海水温が夏は高いじゃないですか。そうすると、濁るらしいんですよね。だから、透明度が冬の方が高くて、デージ綺麗だよっていうことをね、言うんですね。だから、冬に行った方がいい。まあ、シュノーケリングとかもそうらしいんですけど、特にまあ、ダイビングですよね。ダイビングだと、海水、透明度が高いから、絶対冬行った方がおすすめだよっていうね、よく言われるんでね。ぜひこれはみんなにも伝えたいなと思ってね。僕も、夏にね、ダイビングしたことあるんですけど、青の洞窟のね、冬のやつを見ると、もう全然違うから、ぜひ行ってほしいっていうね、友達とかの声とかをね、ダイビングショップの人もそうですけど、聞いてね、これは絶対行ってみたいなと思うんでね、今年の冬はちょっと挑戦しようと思ってるんですけど、やっぱね、イメージ的な夏って思ってるので、ぜひね、皆さんもね、冬にダイビング、シュノーケリングやってみてほしいなと思いますね。はい。で、まあ、二つ目がね、北谷のアメリカンビレッジです。アメリカンビレッジのイルミネーションですね。これ、行ってほしいなと思いますね。まあ、イルミネーションって言うともう全国でやってるし、まあ、沖縄だったらね、そんな大したことないやにっていうのがあると思うんですけど、これもね、ちょっと、違う見方があって、やっぱりまあね、北海道とかのね、雪祭りとか、僕もさ、行ったことないんだけれどもね、ああいったところ、もちろんね、すごいと思うんですけど、だけど、南国のね、木にね、イルミネーションがついてるっていうのはね、また全然違う雰囲気があるんですよ。ヤシの木とかにね、まあ、クリスマスツリーみたいなのもないんだけどもね、沖縄には。だけど、ヤシの木とかについてイルミネーションっていうものは、また南国風になってて、すごいね、またちょっと全然違う雰囲気味わえるんですよね。ぜひ見てほしいなっていうのとか1個と、あとは、チャタンのね、アメリカンビレッジでやってるイルミネーションってね、もう街全体がイルミネーションになってて、これ本当にただで見れていいわっていうぐらいの感じなんですよ。だからぜひね、ここは、一回行ってほしい。で、まあアメリカンビレッジのね、関係者の人から話聞いたことあるんですけど、もう毎年ね、ヨーロッパの方に行ってから、この街に合うものをね、どんどん調達してきてから、どん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 バージョンアップさせててね、イルミネーションは。まあ特にもうハロウィンと、あとクリスマス、デージすごいんでね、ここは。もうほんと毎年バージョンアップしてるから飽きないし、一回行ったことある人もまた、翌年行ってもね、楽しめますしね。全然違う雰囲気を、まあ、南国風なイルミネーションっていうのを毎年毎年バージョンアップして味わえるっていうのはね、ほんとここぐらいじゃないかなと思ってるので、ぜひ、チャタンのね、アメリカンビレッジのイルミネーション、冬に行ってほしいなと思いますね。はい。で、三つ目がね、インスタのフォロワーさんたちから、一番声が多かったものなんですけれども、それが、ホエールウォッチングです。まあ、わかりますよね。皆さん、クジラのね、がすぐ目の前で見れるってやつなんですけど、まあ多分ね、あんまりうちなんちゃ多分知らないと思うんですよ。ホエールウォッチングを見れるっていうのね。12月頃から3月ぐらいまで見れるみたいで、結構ね、な確率で見れるみたいなんですけど、これ多分全然知らないと思うんですよね、うちなんちは。で、結構みんなね、フォロワーさんとかもホエールウォッチングを見たいって
ね。あので那覇からも出てるし、あの沖縄の北部からも出てるみたいなんですけど、これ見に来るっていう人がね結構多かったので、ぜひねここはね、まあ、おばさんたちからのおすすめになるんですけど、ぜひ冬の沖縄でね、あの体験してほしい一つだなと思いますね。はい。でまああの番外編でもないんですけど、まあ冬って言ったらね、まあ、僕前にあの雨の日の遊び方っていうね、おすすめのスポットっていう動画出してるんですけど、まあこういうね屋外型の施設だったりとか、あと体験とかね、そういったものをするっていうのはすごいおすすめです。例えばまあ琉球ガラスとかね、ああいうのを体験してね自分で拭いてから作るっていうのもあるんですけど、これとかね正直夏行ったら電車暑いよ今日だからもう大変だってさ。うん、そういったのを、まあ、冬にやるとねやっぱ涼しいしね、うん、だからそういう意味ではやっぱまあ夏にね体験できないようなところっていうのがあると思うので、まあ、まあ体験型、あと首里のね、あの僕なんか好きでよく行くんですけど、サンゴ染めとかっていうのはあのサンゴをね、サンゴで瓶型作るんですよ、うん、サンゴの形をかたってね色つけていて、こういったのとかも体験型っていうのはあのまあやっぱね夏だったらまあやっぱ海行ったりとかいろんなとこ、まあ、首里城もそうだし、いっぱいいろんなところにねあの予定がいっぱい詰まってると思うんですけど、体験型であればのんびりね冬だったらできると思いますし、人が少なければね、うん、時間も押したりもしないんでね、冬はやっぱり夏よりは人少ないですからね、だからゆっくりできるっていうのもあるので、ぜひ体験型やってほしいなと思いますね。まあ雨の日のところでも伝えてるんですけど、琉球村とか紫村とかね、ああいったところでもまあ伝統のね体験っていうのをね、もう 何十個ってできますんで、自分で選んでね、シーサーだったり、瓶型だったりとか、あと、まあ、あの、まあ、琉球ガラスはね、琉球ガラス村でやるんでね、まあ、そういったところとか、まあ、あの、体験っていうのができますんで、あ、三線作ったりね、缶から三線とかね、ここまあ、三線ありますけど、こんなが浄土なんじゃなくてね、こっちのね、柄の部分がね、これがね、缶缶になってるっていう缶から三線があるんですけど、これとかをね、作ったりもできますから、うん。全然あの楽しめますよ、体験型も楽しめますから、うん、ぜひね冬の沖縄だったら、まあ、さっきやったまとめますけれども、まずダイビングね絶対やってほしいなと思います、うん、これはね僕も今年ね冬体験しますけれども、絶対ね綺麗だから絶対いいよってみんなにね、もうみんな会ったらみんなに言われるからね、あのこれ絶対行った方がいいなっていうのが一個と、あと北谷のイルミネーションね、アメリカンビレッジのこれは絶対もういいと思います、うん、僕はおすすめできるなと思いますね。他のところもね、東京とかのねあのイルミネーション見たことありますけど、全然雰囲気違うんでね、うん、沖縄のアメリカンビレッジのあのイルミネーションね。で最後にあのホエールウォッチング、これはまあフォロワーさんたちからのスイスあのおすすめでしたけれども、あのホエールウォッチングね、うん、これだけ近い距離でね高確率で見れるっていうのもないし、うん、これはあのおすすめなので、ね、那覇からも出てますから、ぜひね行ってほしいなと思います。はい、まあ、体験もね万内やって、冬の沖縄でもねちょっと夏と全然イメージ違うと思うんですけど、ぜひね冬の沖縄も、うん、あのこれだけ楽しいこといっぱいあるよってことでね、あのぜひ楽しんでくださいね。はい、以上です。